アパレルのセカンドチャンネルの時間なんですけど、そうなんですよ。声がね、かなりね、イケメンになってるんですけど、これはね、調子乗ってるとかじゃないんですよね。風邪なんですよ。風邪が治んないんですよね。今日は、ちょっとね、これほんと動画にしないと忘れちゃうんで、昨日ほんとはエンドロールのところに引っ付けようと思ったんですけど、忘れちゃったんで、年末にやった宝くじ、ヒカルさんと対決した時の、宝くじ25万円分の当選の発表と、あと、その後にやった筋肉マンのアパレルの服、キャップも入れて、服3つ。で、4名の当選。で、計7名の当選の方がいらっしゃるので、その発表をまずさせていただきたいと思います。で、これね、いつもね、エンドロールに入れるの忘れるんですよね。もう、この、言わないと忘れちゃうんですよね。まずね、宝くじの方いきますよ。この方です。多分この辺に貼ってると思います。わらわらさんですね。これ毎回言うんですけど、これ俺選んでないですからね。おめでとうございます。で、もう一名が、これじゃないな。どれだ。これが、快活好きさん。めっちゃコメントしてるな、この人。すごいな。多分気で抜いてるのはここ一部なんですけど、めっちゃコメントしてるな、この人。好きです、ください。いや、俺選んでないからね。俺好きって言われても。ありがとうございます。あとは、はい、この方ですね。ピンクパンサー。三国ブレイズ最高。三国ブレイズやった時ですね、ヒカルさんと。宝くじ当てて課金するんで。もういくら課金すんだよ、お前。10億だぞ、これ。あ、でも10億当たるとは限らないか。はい、ということで、この3名の方ですね。で、次は、アパレルの服ですね。筋肉マンさんのところでいただいた。筋肉ショップでいただいた服です。で、まず一番の帽子当たったのが、かいのみさんですね。おめでとうございます。かいのみさん。で、2番がね、これもう皆さん実は連絡取れてるんで、もう間違えることないんですけど、スクショがね、ちょっと間違ってないかな、大丈夫かな。みきんこさん、2番欲しいです。この方で合ってると思います。確かこの方。で、3番。欲しいとおっしゃった方が、MIII ミーミーっていうのかな1028、3番欲しいです。ツイッターアカウント何々、多分ここツイッターアカウントモザイクかけると思うんですけどで4番ね、僕も結構好きなんですけど、男性ですね。9911ボラゴンB じゃないのこれ、D なの、よくわかんない。4番モンハンジャンバー欲しいです。ってことでよろしくお願いします。ツイッターのところはちょっとモザイクかけますね。ということでこの4名の方が当たりました。4番の服はね、 S だったはずだから、小柄の男性か女性じゃないとなかなかサイズは厳しいかなと思うんですけど、まあとりあえずね、この方多分男性っぽいですけど、あの、いや男性だったな多分、うん、やり取りしたら、あの、当選しましたっていう形で、今回この7名ですね、年末プレゼント企画結構やったんで、で、それ以外のプレゼント企画の、あの、発表まだですかってコメントたまにいただくんですけど、あの、どっかのサブチャンの締め切った後の、あれですね、エンドロールのところにちょっと載したりしてるので、それ見ていただければと思います。基本連絡なければ繰り上げとかしますし、こちらから何か通達とか皆さんにお知らせしますので、基本、何も動きがないってことはもうそれ済んでるってことなんで、今回のも実はもう連絡取り合ってるんで、で、送るのは1週間ぐらいちょっと待ってください。今バタバタしてるんで。っていうことで、今日はこの発表だけなんですけど、これだけで終わっちゃうと、ちょっと申し訳ないんで、久しぶりにね、これ前も言ったかもしれないんですけど、まあその前の動画見てない人からしたら初めてなんで、なんかね、これほんとね、これマジっすよ。俺年の初めにね、読み直す、この本。その1年ね、その、まあ、いくらお金持っても、なんていうかな、いくらそういう状況がね変わったとしても、ちょっと待って、めっちゃ汚れてるじゃん。その今までのね、自分一生懸命やってた、サラリーマンやった時の自分の考えがね変わらないようにってことで、1年の初めにね、あ、この本良かったな去年って思う本を、まあ電子書籍で結構最近読むこと多いんですけど、もうこの買っちゃった本はね、こうやって物があるんで、こうやって読むことは結構多いんです。初めのね、本当に1週間2週間ぐらいの間にそれ読んで、また当時のそのよ、いいなと思ったの忘れないためにね、読むことが多くて、で、また読んでたのでね、久しぶりに、多分これでこないだ言ったんですけど、これはすごい考えさせられるなと
思ったことちょっと一ついきますね。これ僕っぽく喋るんで、きっちり一語一句間違いなく読むってことじゃないんですけど、アフガニスタンのヤギ飼いの話って僕しましたっけ？これめっちゃ面白いんですよ。あ、絶対したな、この話。この本買った人、この話めっちゃ好きって人も多いと思います。これ実際にあった話で、2005年ですね。アフガニスタンであった話なんですけど、ネイビーシリーズ、アメリカですごい優秀な部隊ですね。そうですね、デルタフォースの下ぐらいですか、ネイビーシールズっていうと、グリーンベレーとか、あの辺と並ぶような感じだと僕は勝手に認識してるんですけど、このネイビーシールズの4名の隊員がアフガニスタンで、オサマ・ビン・ラディン氏と、すごい親交のある、その、方が、この山脈に150人ぐらいの部隊を引き連れて潜伏してるという情報が入ったんですよ。これ実話ですよ。で、入って、その4人の偵察隊、まあ、日本でいうレコンって言うんですかね、偵察部隊。その偵察隊が、こう、行って、偵察するんですよね。ただ、その4人なんでね、相手150人の武装勢力なんで、その当然勝ち目ないんですけど、偵察に行ってるんですよ。その様子を伺いに行くだけみたいな。その情報をまた報告する。そのためだけに行くみたいな。まあ、なんか忍びの忍者みたいな、そんな感じですかね。ちょっと違うかな。で、その山の、山脈に、こう、潜んで、こう、偵察してるときに、一般人、民間人と出くわすんですよ。アフガニスタン人って言うんでしょうか。ヤギ飼いですね。武器も何も持ってない、家族ですかね。一人はね、14歳の青年もその中に混じってます。ヤギもいっぱいいるんでしょう。で、まあ、アフガニスタン人、農夫ですね、農夫。で、出くわしたんですけど、当然、普通の考えだったら、それがなんだっていう話なんですけど、この人たちは今特殊作戦中で、ここにいることをバレちゃいけないじゃないですか。で、その人たちが、その、非武装とは言っても、敵かどうかわからないし、敵じゃないにしても、その近くにいると言われてる、その、オフサマ・ビン・ラディン氏と信仰の近いと言われてる、その悪い人ですね、に、要は、報告する、チクる可能性があるじゃないですか。それってもう全くわかんないことなんで、そう、会った瞬間に、これどうするかって、まあ、要は殺すか、そのまま縛って、とりあえず待機させておくことが終わるまで、か、そのまま見過ごすかとか、選択肢いろいろあるんですけど、その4人の偵察部隊は、縛る、縄とかそういうの持ってなかったんですよね。まあ、タイミングよく、これ本当実話なんでね、タイミングよく持ってなかったんですよ。じゃあもう殺すか、そのまま別に何も睨みつかれ、なんか睨まれてるわけでもないし、そのまま通りすがして、生かすか、どっちかしか選択しないんですけど、その時にいろいろ言い合った中で、4人が、1人はね、その、票を放棄。どうするかもう、ちょっと俺には決められないって放棄して、で、1人が、殺そうと。で、もう1人最後、どうするってなった時に、殺さないって言ったんだったっけな。そうだ。殺さない。まあ、キリスト教、アメリカの方って、まあ、日本人じゃなかなかピンとこないですけど、宗教すごい大事じゃないですか。自己紹介するときも最初に宗教を言うっていうらしいじゃないですか。僕知らないですけど。で、なんかこの人キリスト教らしくて、なんか、本当は殺した方がいいっていうのは正直みんな分かってるんですよ。分かってるんですけど、まあ、てかそうすべきなんですね。でも、そのキリスト教徒の自分としては、なんか武器も持ってないその14歳の少年を、なんかもう残酷に殺すことなんかできないっていうのがあったんで、殺さないっていう方向に票を入れて、結果殺さないってことになったんで、その農夫婦たちを、生かしたんですけど、そうするともう数分後に案の定、80から100名の武装勢力に囲まれて、結果、最後に殺さないって判断した、ラトレル。ちょっとフルネームで言いましょう。かわいそうなんで。マーカス・ラトレル、二等兵曹。二等兵曹ってそんなに階級高くないですからね。ネイビーシリーズ。米海軍特殊部隊ですね。の方以外、4名いたんでね。その方以外の3名は戦死。で、救援に来たヘリも落とされて、結果16名の兵士が戦死したっていうオチなんですよね。まあこれを聞いて皆さんどうするべきかとか、まあ本来ならどうするべきかっていうのは別としてね。ですけど、この話、まだちょっと続きますんでね。まあ、結果は結果でこれが事実なんですけど、面白いなと思った人はね、この本、よかったら。電子書籍でも買えるんじゃないかな、わかんないけど。これね、結構面白いです。ということで、そうですね、ラファエルだったらどうすんだって話ですか。ラファエルだったら、僕だったら、殺すかな。いや、この方も、後で病院で、その時に、殺さないって票を投じたことが、すごいバカバカしくて、悔やんでるって後で言ってるんですよね、本人も。
まあ、殺すっていうのは正直その場では正解になるのかなと思うし、まあ、ぶっちゃけそうすべきだろうと思いますね。戦争ですからね。とは思いますね。まあ、本当ね、例えば、これは実話なんで、縛るとか、逃がすとか殺す以外にももっと選択肢本当あったかもしれない。例えばスコップとか、そういうなんか掘れるものがあって、時間があったんだったら穴を掘って、そこに一旦ちょっとかわいそうですけど、落としといて、声も出ないようにすることもできたかもしれないし、もっと言えば、自分の着てる服をびしゃびしゃに破って、要は布状にして、それで縛ることだって可能だったと思うんですよね。そこまで、その状況で頭が回るかって言われると自信ないですけど、リアルなんでね、逆に言うともっといろんな選択肢あったとは思うんですけど、どっちかって言われたら、殺すっていうのが一応正解になると思うんで、僕も多分そういう判断をするのかなと思いますね。まあそういうのでね、なんかいろいろ考えさせる、どっちが正義なのかって考えさせられる。こっちが正義かなと思ったら、こんな結果を招いて、それでも正義って言えるのかとか、こう、正解がないんですよ。哲学って正解がないんですよ。なので、面白いですね。こういう本は結構面白い。ということで、電子書籍とか本でどっちでもあると思うんで、もし気になった方は買ってください。ということで、今日のサブチャンネルはこんな感じで、2日ですか3日ですか、ぬるいですけど終わります。バイ。